大久保佳代子は22歳の時に付き合っていた彼氏に誕生日プレゼントとして少し汚れた自転車をもらったが、ある時その自転車で近所を走っていると警察に止められ、被害届出てますと言われたことから盗難車をプレゼントされたことに気づいた。昔水着の仕事があったため脇の脱毛をしようと思いサロンに行き、いくらぐらいかかりますかと聞くと、平均的には40万くらいです、でも大久保さんの場合120万かかりますと言われた。昔男性と食事をした際にご飯をおごったが、会計の時にプライドとかないのと聞くと、お前とご飯を食べてる時点でプライドはないと言われた。46歳の時にセクシーなグラビアに挑戦したら、母親にお前ヤクザに落とされとるのかと言われた。小学生時代のあだ名はカバに似ているという理由でカバ子と呼ばれ、自分の机だけ教室の外に出されるなどしていたが、大久保本人曰くいじめではなかったと語っている。ちなみに相方の光浦靖子のあだ名は鬼に